7月の時点で、すでに終戦しつつあるという、我らが阪神タイガース、その驚異的なまでの、最下位を独走する勢いに、他のチームは誰も追いつくことができません。最下位待ったなし。しかしそんな状況でも、無情にも試合は行われるのです。困難が毎日続くとか、矢野監督が正気を保っていられるのが不思議ですね。すごいですよ彼は。矢野監督が会見中にいきなり、謎の色紙を見せたことが話題になりました。しかし色紙を見せるくらいなんだと言うんですか。色紙くらい見せてやれよらー、唐突。翌日。本日も野球の時間がやってきてしまいました。今日は中止にならなくてよかったです。雨天中止は結構ストレスになるねんな。ほんま、これから梅雨の時期で、また試合が雨で流れまくるのかと思うと、ストレスのあまりまた馬娘に復帰してしまうかもしれません。今日の先発は阪神が西、中日が勝つのです。間もなく試合開始です。中日は現在勝率が約5割、貯金が1もある超強豪チームです。果たして阪神が勝てるかどうか、とりあえず初回をまずは0に抑えて、気持ちよく試合に入っていきましょう。阿部のタイムリーで中日が1点先制。あー、もうやだー。初回から失点はやめろよお前。また今日も負けそうみたいな感じになるだろ。チーム全体の士気が下がるから、初回は0に抑えてくれよー。中日の阿部にしてやられたという、皆様阿部ってヒゲありとなし、どっちの方が好きですか？私は強いて言えばヒゲありの方が好きです。ちなみに小笠原道博も、どちらかというとヒゲありの方が好きです。ヒゲが似合うタイプの人ってたまにいますよね。ショート強電のタイムリーエラーで、阪神が同点に追いつく。やったぜ、相手のミスにはどんどんつけ込んでいこう。相手のミスがあったら鬼のようにそこを攻める感じで、そういうサイコパスさが野球では重要です。糸原のセカンドゴロの間に、阪神が1点勝ち越し。まあ最低限って感じですね。でも今までだとノーアウト1、3塁でも、点取れる気が全くしませんでしたから、やっぱり前よりはだいぶマシなチーム状態です。とりあえず点が取れれば、何でもいいんですよ。糸原の状態が上がってくれば、打線の厚みも増すんですけどね。現在糸原は、打率1割9分0厘。そして5回裏、阪神の攻撃、ワンアウト1、3塁で打席には、先ほど打点を上げた糸原、ここはもう1打点、ゴロで稼いじゃいなよ。糸原のゴロの間に阪神が1点追加。これでリードは2点に。いやーこの1点は大きい。非常によろしいじゃないですか。大量得点ってわけではないですけれども、要所要所で効果的に点が取れています。これは勝ったな。確信。最後は岩崎が締めて試合終了。お疲れ様でした。いやー素晴らしい試合でした。よくやった阪神。あれだけボロボロだったチームが、5割勝ててるチームと普通に戦えてるのは、素敵なことやないですか。ちなみに阪神は直近10試合で、5勝5敗です。まあ好調な部分だけ切り取っているとはいえ、今まででは考えられないくらいのレベルで好調です。これは借金完済待ったなし。そんなわけないだろ。おいれや、これを見てみろよ。阪神はこれで6勝20敗、まだ借金が14もあるぞ。全然借金が減ってないじゃないか。これだけ勝ちまくってるのに、なんでまだ借金が14もあるんだ。そりゃ勝ってると言っても、直近10試合で高々勝率5割だろ。5割だと借金は別に減らないからな。あ、そっか。死亡。最後までご視聴ありがとうございました。